財服を乾燥した状態の司教、グレゴリー。ミトラをかぶり、剣杖を持っている。ミトラは、聖教会における法官もしくは王冠とも表記される、冠。聖教会において、ミトラを着用するのは、司教のほか、司祭のうち、ミトラ着用を許可されたとのヒライン、首司祭、上司祭である。ミトラは、カトリック教会では、司教官とも呼ばれ、聖公会では、 主教官とも呼ばれるが、このように、聖教会においては、手のひら院、首司祭、長司祭といった上位の司祭にも、功績、年功によって与えられることがあるため、主教官といった訳語は使われず、日本ハリストス聖教会では奉還もしくは王冠との訳語が使われている。財福を乾燥していない状態のギリシャ聖教会の全主座、主教、フリストドゥロス大主教。 ミトラではなく黒ブークを着用し、財服も着用していない。方針霊執行時以外における主教の標準的な服装。聖教会では、公の場でも、方針霊以外の教会の集会、及び世俗の集会ではミトラが着用されることはない。これは謙遜の心を表さなければならない。聖教信徒である主教、被災が普段自らを誇らないことを表すとされる。 普段こうむる帽子は、縁帽子、修道帽、玉帽子と呼ばれるいずれも質素なものであり、ミトラ以外の華やかな彩服も、方針霊執行時以外には着用されない。ミトラは、方針霊の最中のみか、方針霊後すぐの時に回収に祝福を与える、際にのみ着用されることがほとんどである。新品が普段は、質素な服装にどまり、 方針例の執行時においてのみ華やかな財服を乾燥することは最も貧しいものとなったハリストスが最も高貴なものへと変容したことを象徴し、謙遜なものが神の国の光栄を表していくことの型取りであり、一般信徒たちにとっての型取りでもあるとされる。ありがとうございます。